ダーツライブ、ダーツハイブかけるラブライブスーパースターダーツでイエロー。はい、皆さんこんにちは。渋谷カノン役のダデセイリです。ヘアンのスミリ役のペイトンナオミです。若菜式役大熊若菜です。はい、というわけで私たちは今日ですね、こちら、はい、ダーツライブさんの本社があるセガサミー本社ビルにやってきました。イエーイ、すごい。ちょっとさ、すごくないですか。すごいです。見慣れないね。なんかすごい日本じゃないみたい。確かに日本じゃないみたいよね。そう。ということで今回ですね、オンラインダーツマシンダーツライブ3とラブライブスーパースターがコラボさせていただいたということで、そのコラボの魅力について私たちがこの動画でご紹介していこうと思います。です。大丈夫そうですか。うん、大丈夫そう。え、本当に大丈夫そうです。何ですか。やったことはある、ダーツ自体は、お二人は。ないです。あれないです。私もないです。そう、本当にね、初心者なんですけど、はい、1年生初心者ながら、教えていただきますので、ちょっと楽しんでいけたらいいななんて思います。これはありがたいことにコラボもさせていただきましたので、ちょっとね、こう絵柄とかも後で出てくるっぽいので、みんなでね、やっていければいいなと思います。キャー、今めちゃめちゃ楽しみ。楽しみです。こういうテンションでお届けしてまいりますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それでは早速やっていきましょう。おー、それでは今回のコラボの内容をまずはご紹介していきたいと思います。まずは人気ダーツマシンダーツライブ3に登場するラブライブスーパースターカウントアップです。カウントアップ、はい、こちらのゲームはダーツの定番ゲームカウントアップのゲーム画面にテレビアニメラブライブスーパースターのシーンが表示される特別仕様のゲームです。ダーツを投げるごとにゲーム画面のシーンがランダムで変わっていきますので、ダーツを楽しみながらラブライブスーパースターの名シーンをお楽しみいただけます。さらにさらにそれだけではございません。ゲーム開始、ゲーム終了時などはリエラメンバーのボイスがナビゲートしちゃいます。はい、ラブライブスーパースターカウントアップを累計3回プレイするなど特定の条件をクリアするとダーツライブ3で使えるオリジナルデザインの壁紙ライブエフェクトがもらえちゃいます、実施期間は8月13日までとなっております。皆さんもぜひたくさん遊んでください。はーい、となっておりますよ。遊びたくなりますね。でもね、やっぱり、こうやっぱ実際にプレイするってなると、こうやっぱ自分用のマイダーツというものがやっぱ欲しいんじゃないかななんて。いや、それないと始まんないよね。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 始まんない。全然全然もうだって違うもんね、気持ちがね。ということで今回ですね、ダーツグッズもコラボさせていただいております。こちらです。じゃーん。かわいい。めちゃめちゃかわいいんですよ。ちょっと2つありまして、1個ずつ触れていきましょうか。そうだね、ちょっとこっちも気になるんだけど、カードですよ。ちょっとみんなの顔を見て、すごいなんか世界大会で優勝できそうな顔をしてますね。強そうな、余裕な笑みですよ。優勝できますけどみたいな顔をしているので、ちょっと、このすみれちゃんに負けないように頑張らなきゃな。そしてそしてそしてこれダーツでございます。これちゃんとみんなの絵柄が入っています。かわいい。ちゃんとみんなのね、デザインが細かく描かれているので、めちゃくちゃこれテンション上がるんじゃないかなって思いますので、いいですね。はい、それではですね、こちらのグッズを使ってこの後は私たち実際にダーツにチャレンジしていきたいと思います。それではまず3人でね、何が練習ですよ、練習をやっていこうと思います。練習大好き。練習いや、でも私も練習大好きだもんね。大好きだからね。気合入れてこう。気合入れてこう。じゃあまずはちょっと、じゃあこのね、カードをね、ログインしたいと思います。すごい、かのんちゃんですよ。いきますよ。お願いします。出ます。あっ、見た、私の名前が入ったのよ。だってさゆりって名前が入りました。あっけっす。どうぞやっていきましょう。やっていきましょう。はい、私もこのかわいいかわいいすみれちゃんのカードを早速見たいと思います。おい、ペイトンさんログインしました。若菜式、はい、トリル召喚。おっ、
いです。めっちゃドヤ顔さんや。召喚したよ3人とも。3人とも召喚しました、なんかこの3人の 名前が並んでるのめっちゃ嬉しい。名前が刻まれてるってことですか。そうだよ。そうですよ、はい、ということで早速練習していきたいと思います、うん、はい、でカウントアップをやります。すごい、もうここにさ、ラブライブスーパースターとかって書かれてるんですよ。え、見して、うん、あ、すごい、書かれてるの。本当 だ、 さっきもあったけど。でまずは練習なのでこちらをやりたいと思います。はい、じゃあみんなでゲームスタートよ。はい、せーの、ゲームスタート。よーし、よーし、やばい、いける、もう始まるよ。すごい、いける、いける、やばい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 、ちょっと応援して、応援してね、うん、頑張れ、頑張って。こいつだ。いきます、うん、いきます、いけ、はい、うわー、すごい、え、待って、1点。え、そうなの、ちょっと待って、1点って書いてある。中心がいいってわけではなさそうです。違う違う、1だから、え、ほら、周りの数字が1だからね、1だから、もうちょっとだから、あと数センチ、あと数センチだね。そう、横にずれれば20だよ。そうだよ、うん、いける、20を狙います。はい、うまっ、おー、でも8、渋谷の矢だから。いや、8だから、渋谷の矢だなと思って。あ、渋谷の矢だね。いいね、いや、いけるよ。次は4を狙う方がない。4ある、4ある、4かに、4かに、4かに、いきます。全然点数が、おー、え、しかもさ、得点 3倍になってない。だって本当だ、あの細いとこが3倍になる得点が。うわ、ナイストライでございますね。ナイストライ、ナイストライです。ナイストライでした。ナイス、嬉しい、素晴らしい。ということで、ということで、頑張ってください。ナイストライ頑張って。はい、あ、ごめん。これは練習、練習大好き。いきますよ。練習だからね。うん、なんで、絶対当てる、絶対当てる。いけ、おー、おー、7、ラッキー7。あ、でもちょっと待って、てかすごい切ないことになってる、私の。頑張れ、ふっ、やばい、いいよ、いきます。でも大丈夫、こっからですよ、集大成。おー、おー、すごい、14、ふっ、あー、やっちゃう、すごい、叶わないですね、やっぱさゆりちゃん。お疲れ様です。お疲れ様です。ということで、一通りね、基本的な部分を練習したところで、はい、早速みんなで実際にダーツをプレイしていこうと思います。わ、うん、それではプレイのルールをご説明していきたいと思います。お願いします。ラブライブスーパースターカウントアップは1人1ラウンド3投ずつ投げてプレイヤーが変わり、トータル8ラウンドでゲームセットとなるのですが、はい、今回は特別ルールとして4ラウンドに短縮してプレイをしていきたいと思います。なるほど。そしてみんな、はい、今回はなんと、うん、得点100点以上出せたらご褒美がもらえるらしいです。ご褒美、練習とご褒美どっちが好きですか。ご褒美大好き。ご褒美がもらえるみたいな。ご褒美もらえるからね、みんなで100点以上出して、今回の気になるご褒美なんですけれども、ラブライブスーパースターダーツセットとなります。わー、持ってます。はい、持ってました。ありがとうね。見して見して。いいんですか、ちょっと箱の中身、みんな気になりますね、うん、気になる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 。何、このビビットピンクは、おえ、わー、超いいリアクション。何ですか。はい、ラブライブの文字が刻まれております。はい、もういい、ね、なんかこれだけなんかね、ダーツでもちろん楽しんでいただくっていうのが目的ではありますけれども、うん、なんか普段ね、ダーツちょっと今日はやらないかなとか、ちょっとしまっておきたいなっていう日は、ぜひこれお部屋に飾ってみてくださると。ということで、私たちね、もうご褒美で喜んでますけど、ゲットできるかは分からないので、はい、そうだ、100点以上だから、ね、そうそう、1人100点以上出さないといけないので、うん、ということで、ご褒美ゲットを目指して頑張っていきましょう。それではもうやっていきたいと思います。いやー、本番ですよ、みんな。本番です。重さが全然違うよ。重さが違うんですよ。重さが違います。重さが違うから。何が加わったんでしょうか。もうめちゃくちゃ可愛い。ラブライブスーパースターカウントアップいきます。3人でいいね。はい、3人でいい ?3 人しかいないよ。今日は3人。今日は3人で、ね、はい。じゃあ、いきます。ゲーム、スタート来るよ。一緒に頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう、行くよ、行け、応援して応援して、うん、頑張れ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 、はい、せーの、はい、うわー、レジェンド、すごい、レジェンド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 さゆりだ、見せてくれる、いけ、いきます、はい、ナイス、
え、すごくない？書きます。上手じゃない？おー、ナイス。29。緊張する。わあ、すごい。きなこちゃん、唐突なきなこちゃんが可愛い。ね、可愛い。すごい、シーンが流れるのがいいね。いいですね。可愛い。でも明らかに練習の時よりもさ、ね、上達してない。あなたの番。あなたの番です。パーク校です。りーちゃんがいないことをね、いいことに。りーちゃん見ないでほしいね、ちょっとね。見たら怒られるから。そうだね、あれ 見るんだろうな。好きだからね、私たちのこと。じゃあ、投げまーす。お願いします。頑張って。っさっきのね、アドバイスを聞いたので。そうね、アドバイスもらったもんね。重心をね。そうそうそう、うん、重心移動させていきます。はい。ギャラ、ギャラ。外したら、すみれちゃんの可愛いギャラが聞きます。おー、いきます。それもいいね。あ、おー、4! しゃ、いくぞ。一気に4ポイント。えい、おー、いい感じ、すごい、みんなさ、いい感じ、上達してる、いい、上達してる、上達してるよ。いい感じですよ。あなたの番です。あなたの番です。私の番です。スキちゃんの番です。いきます。クマ頑張れ。もう形から入ることが大事。うん、そうね。お願いします。いきます。うおー、で、待って、どういうこと？で、カノちゃん、カノちゃんどうしたの？って顔、クマが上手すぎただよ。うわーって顔してるよ。いきます。どうぞ。え、怖い。あー、ギャラ、ギャラ、うまい。あー、あと数センチですね。あー、すごい、今一番近いよ、多分。そう、一番近かった。本当に真ん中に一番近い。いや、でも惜しいね、悔しいね。いいね、その悔しさをバネに。悔しさバネにな。バネに。よし、高校生っぽい。じゃあ、私も、ね、青春だよね。私もレジェンドになれたということで、いきます。いきますよ。うん、頑張れ。えい、ギャラ。今、19入ったと思ったの。いきます。頑張って。おー、いいね。いきますよ。鬼ごろ、鬼ごろ、鬼ごろ。おー、すごいすごいすごい。え、一気に逆転。逆転じゃない。1位に躍り出ました。すごいっすね。待って、ペンゴ1位に躍り出たな。そういう時もある。ということで、そういう時もある。じゃあお願いします。はい、やる、いける、いくぜ。シュッ。え、1位2回入るの、すごい。え、すごい、待って、すごいよ。うわー、あれになりたい、早くあれになりたい。早く早く、なりたい、あれなりたい。頑張って。ねえ、ちょっとやだ、悔しい。行こう、頑張れ、頑張れ。100点以上いかないとさ。そうだよ。だって、そうだよ、そうだよ。あとは、あずせ、ダッツセットもらえる。ラウンド3だよね。危ない。やば、折り返しです。ダッツセットもらえる。えい。うわあ。待って、ちょっとだよっていう。うわーって感じ。どうなっちゃうの？どうなっちゃうの？どうなっちゃうの？ギャラ、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 ギャラだよ。で、最後ね。ね、しっかりしようよ。最後の最後でバチッて。バチッ。すっごい音しちゃったけど大丈夫かしら。いきまーす。いくよ。大事大事。いいよ。上達しない。どうしよう。大丈夫、大丈夫。してるよ。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。いけるよ。よ。いける。お待って、ちょっと。大丈夫、大丈夫。大丈夫だ、待ってよ。そうよ。いいよ。いくよ。うん。破壊、破壊、破壊してってる、破壊心、破壊してってるよ。最悪。直せますから。そう、直せますから、大丈夫。これは直せるの、壊れたわけじゃないの。そう、直せます。頑張ってよ、しき。頑張る、頑張る。81でしょ。うまいよ。集中。いきます。あれ
じゃん。残ってる残ってる、見せて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 、すごすぎる。これ以上のものがじゃあもう出しちゃう。大丈夫大丈夫よ、余裕だよ。あー素晴らしい、すごい、うわかっけー、うわいいな、うわかっこよすぎる、どうしよう、めちゃくちゃ綺麗だったよ、面白すぎる ね、 やっぱこの時点でね、もうクマはご褒美ゲット確定ですから。もう私ご褒美、ありがとう、そうだよ。え待って、えこれ待って、私さ何点取ればいいわけ。私はあと、43点ね。いい、任せなさい。大丈夫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 、はい、いきます、最後だから、いけ、うん、おお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 え、もう16点取ったよ、だってあとだって27、あと27、えだから上の20とか、うん、その高得点のところ狙えば19とか いけばいいんだね。いけいけいけ、いきます、たこ焼きのおかげだよ。そうだよ、ちーちゃんありがとう。ちょっとあと一等です。うまいな。ごめん、飛んできた。ちょっと待って、ありがとう、嬉しい。すごい、うまいな。やったよ。ということで、2人ご褒美ゲットなんで、あとは以上、直美ちゃんだけです。はい。え、待って。すみれちゃん。みれちゃん、頑張ってよ。計画と、計画を立てようじゃ。うん。どこを狙うかっていうの。かないとやっぱ、でも81だから、うん、19点だよ、19点、20いけばもう一発なんよ。そっかそっか、えでも、うん、私は今まで生きてきて思ったの、うん、多分狙おうとしたらダメなの、うん、あそうなんだ、だからなんかあー投げちゃったってやればあ、間違っちゃった間違っちゃったってやつさっきからそのニュアンスじゃないの、え大丈夫、これで投げたらいけるかな、じゃあダーツしときます、はい、いきます、すみれちゃん、力を貸して、ちょっと、おおおお、あと9点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 、すっちゃん、すっちゃん、すっちゃん、いきます、お願いします、いきます、いけ、いっ、おおかっこいい、かっこいい、決めたよ、それじゃあラスト1球です、これで帰れよ、はあ、いきます、うわ素晴らしい、よかったー、すごいすごい、だってめちゃ真ん中だよ、よかったー、作戦が良かったのかも ね、 よかった、あんまり狙わない、真ん中刺さってんだけど、そうそう、真ん中刺さってんだよめっちゃ喜んでたの私たち、なるほど、すごいよ、いやかっこいいね、すーちゃん、涙涙、ありがとう、ありがとうございます、やばい、すみれちゃんが力を、すみれちゃんは力を貸してくれたよ、すーちゃんありがとう、いきます、はい、頑張れ、はい、うわー、うわ、うわ、これすごい、うん、え、かわいい、かわいい、ちょっと待って、これが、これが偶然のやつ、レアなやつ、これレアなやつなんですか、レアなやつです、やった、ご褒美もらえる、は持ってる。さすがだよみんな。なんか今日はすごいね。ね今日なんかいろいろ持ってるねみんなね。いきます。うわ、可愛い、今回。好きちゃん。ああ。素晴らしい。お疲れ様と。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。うわ。うわ。なんか一位の人。すみれちゃんだよあなた。じゃあありがとう、なんかさいい勝負してたよね、めちゃめちゃ点差近くないみたいな、ね、じゃあ1位からじゃあ得点を言っていきましょうか、はい、はい、1位スコア147、2位スコア146、そして3位がスコア143です、そういうことだね、3人とも100点以上いったのでコンビかけバラ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 やったー、嬉しい嬉しい、
はい、というわけでプレイが終わりましたけれども、うん、まずね、無事に私たちご褒美をゲットいたしました。ありがとうございます。やったです。無事100点以上みんな超えられたので、よかったですよ。重みが違いますね、やっぱり。重みが違うよ。本当だ。本当か。本当か、さっきと一緒じゃないか。本当だな。本当だ。本当だ。ということで、一人ずつちょっと感想なんかも聞いていきたいんですけど、どうですか、くま。最初はやっぱ初めてだったから、うん、もうなんかゲームすら成立するのかなって思ってたんですけど、うんうん、もう意外とやってみたら楽しく盛り上がれたのですごく良かったなって思いました、うんうん、はい、どうですか、うん、もう私はもうダーツもやったことないし、もうくまもね言ってたけど本当にゲームとしてねちゃんとできるか分かんなかったんですけれども、もう最後の最後で上達をすごい自分でも感じたので、なんかもしちょっとダーツやったことないけど大丈夫かなって思っている方がいらっしゃいましたら、私が大丈夫だよっていうその証明になったと思うので、ぜひチャレンジしてみてくれると嬉しいです。ありがとうございました。楽しかったです。はい、そうですね、今回コラボさせていただきまして、私も初ダーツだったんですけど、まあ、ちょっと本番前にちょっとね練習はみんなでさせてもらったんですけど、うん、本当にねちょっとだけだったから、ね、大丈夫かななんて思ったんですけど、めちゃくちゃ楽しくて、そしてね何よりも今回コラボさせていただいておりますので、このダーツだったり、うん、この上のね画面よシーンがねみんなが出てたりとかするので、それでねよりテンションが上がったりとか、うんうん、初めてだけどみんながいてくれるおかげでなんかこうめちゃくちゃテンションが高くて、うんうん、私たちも終始笑ってたんですけどそれぐらい楽しかったので、ダーツやったことあるよって方も、そうじゃないよって方もぜひこの機会に楽しんでいただければなと思います。めちゃくちゃ楽しかったです。はい、うん、はい、というわけで改めまして、ダーツライブ×ラブライブスーパースターコラボは8月13日まで実施中です。ぜひ皆さんグッズをゲットしてリエラとダーツしましょう。ぜひプレイしてみてくださいね。せーの、バイバーイ。